2周目からは難易度が選択できる。狐の開口、星1のもののけのみ出現します。狐の試練、星3を含む全てのもののけが出現します。1周目では服装が変わってるとか目の色が変わってるとか簡単なやつしかなかったけど、より難しい間違い探しになるってことかな。スイーッ、このたわけ、また戻ってくる愚か者がおるか。ちゃんとまた戻ってきたシナリオになってる。わらわを助けたいじゃと本気で言うとるのかよ。この生意気言うでないわ。嬉しくなってしまうではないか。なってるなってる。お主を美味しくいただこうとする連中はまだ残っておるのじゃ。みんなはこの狐さんを美味しくいただこうと思っているが、今更心配してもせんなきことよの。儀式を始めるとするか。ガッガッガッ、わらわ以外の色化に惑わされて判断を誤るでないぞ。では参ろうか。おうよ。まずはわらわの誠の舞からじゃ。一応チュートリアルとして最初のはやってくれるんだね。さあ行きましょう。見極め試練、画面の設定を変えて床への反射も入れてみた。床への反射があるということは、いや、もしかしたらこの内側にね異変があるかもしれないから、やっぱこういうところもね見られるようにしとかないといけないんですよ。あと解像度を上げたので細かいね、こういう衣類の違いとかもね分かるようにしておかないと、どんな異変があるかわからない。もののけはあの手この手で俺たちを騙そうとしてくれる。そうはいかんざき。しかし見た感じ、おっとっとっと、危うく惑わされるところだった。見た感じ偽物に見えないな。踊りの後半でいきなり変わるとかも考えにくいし、一周目でその毛がなかったからね。じゃあ君は本物。よし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 、孫よしよし。目の色は？オッケー。あれ、そんなところにほくろあったっけ。怪しいな。まだね、序盤だから試しにやってみよう。よしよし、今のは偽物じゃ。おお、本物のわらわはここじゃ。ここ。ほれほれ、褒美に抱きしめてやろうか。って本当に抱きつく愚か者がおるか。ちょっとそこ変われ。やっぱり本物はほくろないね。いいね、そういうところに気づけるのいいね。足にネイルって塗ってあったっけ。こういうとこにほくろがある可能性もあるからな。影の形は普通かな。足の裏に画鋲刺さってるとかもないし、これはもしや本物か。もののけしか出てこないモードってのも出してほしいな。こっちを一回クリアしたらもしかしたら出るかもしれんし。本物。え、違った？このたわけ、そやつは偽物じゃ。どこだ、どこが違ったんだ。偽物にジロジロと鼻の下を伸ばしおって。やきもちではないわ。お餅食いて。あ、また最初から。違うよ、いろんなもののけと出会うためにわざと間違ったんだよ。表情が違うとかもなさそうかな。で、狐だけじゃなく背景とかにも一応注目しておかないとかな。なぜかここら辺からスカイツリー見えるとか、特に違いは見受けられないが。よしよし、正解じゃ。表情だけじゃ分かんないんだよな。今のも間違えて怒られる顔かなって思っちゃったけど、
そして一度見つけたもののけがまた出てくるパターンもあるかもだからね、かぶりなく出てほしいものだが、これ髪の毛の裏のこれこんなにでかかったっけ。このたわけ、違った、元からでかいや。どこが偽物じゃと。すまんすまん、遠慮せずもっとじっくり見てくれれ。いいんですか、拡大ずっとしますよ。序盤で判断を下すのは気が早かったかな。しっかり見るべきか。下着そんなんだっけ、そんなちょっと不安もこな下着だっけ元から。しかし下着が間違っていたところで指摘するの難しくないか。これ下半身のあたりツンってしとけばとりあえずいいのかな。しかしこれは本物かな。袖の柄が違うとかありそうだけど。たわけ者、あ、偽物に気がつかんとは。もう少しお主にわらわの誠の色かをすり込まねばならぬようじゃの。すり込まれてるからこそのミスかもよ。見た目だけじゃないってことかな。舞が違うとかもありそうだけど、胸がぺったんこになってるとかもありそうだし、本物を見つけまくってクリアを目指すってよりかはもののけを数多く見つけることの方が大事だから、そんなに本物っていう判断はしなくても。あれ、空の色こんなんだっけ。よしよし、カンパ成功じゃん。合ってたかな。よくやった。背景にも注目だね。後ろのお稲荷さんが、あ、油揚げ加えてる。元からそうだったのかどうかも覚えてない。背景までは見てなかったな。これ空になんか UFO が来るとかもありそうじゃないか。見るところが増えちゃった。このエマのところにこうつながってるあの FF6 のラスボスケフカのあれが描かれてるエマが並んでるかも。秋葉の神田明神のところに昔飾ってあったな。この扇子の柄が違う時もあるかもだから、ここまではしっかり見ておいた方がいいかもね。よしよし、間違えなかったな。褒めてやろう。わからなかっただけです。じゃがお主の視線がその熱すぎて体がほてってしまう。体を焦がす熱視線浴びておくれ。あ、足のパーツがない、素足になってる。よしよし、カンパ成功。衣装系、あ、耳違くないかこれ。色が違ったように見えたけど照明の関係かな。あ、違いますね、お耳が違いますよ。よしよし、今のは偽物。今度は見た目はこのラインの数が違うとかだったらなかなか難しいけど、そこまで難しい間違い探しはないと。尻尾が猫の尻尾になってる。よしよし、よくぞ見破った。いい調子。8分の5、ああもう違う、アイドルしてる。目を見開いて、完璧で究極なゲッターしてるよ。よしよし、今のは偽物じゃん。よく見破った。じゃがまがいものをやけに熱く見ておったの。一瞬だったが、ああいう
のもお主の好みなのかよ。おうよ。さあ一旦クリアを目指すか。まあもちろんいつでもクリアを目指しているが、あのお稲荷さんあんな赤いのをかけてたっけ。いやこれ間違ってたら悔しいな。すまん。わらわが偽物じゃと。ほれほれ、もっと近くで見てくれ。これが本物のわらわじゃ。めっちゃ怒られた。クリア目前だったからかな。すまんな。また最初からだ。クリアまで行かなかった場合、そこまで見た異変、同じやつがまた出てくるなんてパターンが、こういう8番出口ライフではよくあるけど、前回8分の7のところでミスってしまったからな。巫女さんもだいぶお怒りだったよ。ここの面の柄が違うとかありそうだね。額のとこのマークが違うとか。まだ序盤だからちょっと攻めていこう。よし。たわけもの。偽物。違うところあったか。あ、袖がない。いいですね。夏って感じだ。これはちょっとじっくり見ておきたい気もするが、もしかしたら俺に見えないだけで合ってるのかもしれないな。なんてな。よしよし。肩はもともと出ているけど、この袖の部分がないだけでだいぶ印象違ったね。よしよし。耳がうさ耳だ。うさだ。あー、ぴょんぴょんするんじゃ。かわいい。よしよし、よくぞ見破った。あれ、胸ちっちゃくね。気のせいですかね。なんかブカブカ。ちょっと隙間も空いてたりしませんでした今。はい。よしよし、今のは偽物じゃん。よく。そういうのも好きなのかって言われると、貧乳も好きなんですかって言われてるかのようだ。